で砂澤さんね、はい、そのまずそのアイヌ問題に対する基本的なね、はい、まあ、一般日本人の誤解っていうのはその純然たるも日本人と全然違うアイヌ民族なるものがありその人たちが今もいて、ね、で非常にこの差別を受けて、まあ、困ってるというようなね認識だって砂澤さんがおっしゃった、ね、もうだいぶ前からチーム混じっちゃってて、はい、歴然たる ねそのなんていうか純粋な民族みたいなものっていうのはもうないという話と、ね、かなりだから一般人が持ってる、ね、アイヌ問題に対する誤解というのは根本的なところであるんじゃないかと。それで今たまたまその釈社員の、はい、釈社員出てきますよ結構、はい、歴史教育でも、はい、それでもってもう一方的にその純粋なアイヌ民族が騙され、はい、追い込められていくという話の中でね、そういうのがで最近もそのなんか漫画が出て、はい、それをご覧になって、はい、全然現実と違う、現実というか歴史と違うんじゃないかという印象を持たれたっていうんですけど、ね、うん、あの戦いの中にはその対、うん、あの日本人和人みたいな書き方がされてますけど、はい、でも、はい、あの松前藩の中にはアイヌの人もいっぱいいたわけで、はいはい、だからあの対アイヌの派閥的解釈も全くできないことはないんですよね、うん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 、アイヌの中の派閥同士の争いというものもあった、ありましたね、うんうんうん、なるほど。まあ、某大新聞社が人物日本史みたいなのを出していて、その中で釈社員出てきたけど、ね、読んだら全然違うんじゃないか、ね、うんうん、あの辺のことに関しては、うん、そのアイヌの人自体も自分たちがどれだけ そのグループに分かれていたとかっていうのを全く知らない人も多いんですよね。だから反釈社員派の人がの末裔が釈社員の慰霊、慰霊祭に行って、なんて言いますか、うんうん、踊ったりとかするんですけどその辺の自分たち そのルーツに対する認識の甘さみたいなのもいっぱいありますよね。なるほどね。で日本ではね、はい、そのアイヌユーカラの研究っていうんで金田一京介さんっていう人が、はい、まあ、言語学者で、はい、大変有名で、はい、まあ、大きな業績を上げたっていうことになってるんですが、はい、そのなんか金田一さんにいろんなあの研究のなんか素材っていうか提供したのが、はい、うちのおばあちゃんおばあさん、はい、だったというんですが、はい、でもどうもどうもお話をこの間聞いたらだいぶその金田一さんの業績自体というのを基礎になった、ね、その情報にもいろんな何て言うんですかね、そのまま、まあ、必ずしも評価できないような金田一さんを評価できないって僕は、ま、もうちっちゃい頃から、なんでこの人こういうふうに言われるんだろうと思って見てたのもあるんですけど、うん、それなんでかっていうと、うん、はい、そのうちのばあちゃんとかが、まあ、親父から聞いた話なんですけど、近代、ね、その先生が来て、うん、近代大先生ですよね、大先生が来て、こんな嘘を教えてやったさとかいっぱいあるんですけどそれを、うん、学会で発表したことが正論になってしまったりとか、うん、あ、こんなもんだとか、ね、うん、で本人自体も、うん、お酒の席で、うん、その、うん、日本の国のためにやってることであって別にアイヌのためにやってることじゃないっていうのは、うん、本人もそれ公言してる事実なんですよね。その辺のことを抜きにして、うんうん、ただ単になんかこうビダンとして捉えてるのは、うん、その何て言うんですか、昔からアイヌは純粋で、うん、その全部日本人に騙されてっていう一方論になんかすごい似てるなと思って、なるほど、なるほど、ね、そうするとそのどうなんですか、その砂田さんのおばあちゃんの感じから言うと、はいはい、こう要するに金田一さんはアイヌのこと別に好きなわけでも何でもないと、ね、うん、したら何か聞かれても何、ね、か適当に答えとけばいいさ、ね、みたいなその、まあ、それで当時、うん、なんていうんですか、うん、お小遣いもらったり、うんうん、あとその東京に呼んでもらったりとか、ね、まあ、当時だったらあれでしょうね、大変でしょう ね北海道から東京出かけるってこと自体が、ね、うんうん、表面上協力しとくけどそんなに別に真摯に本当のことを言うんじゃなくて、ね、うん、あ、その辺の時代の人たちはやっぱりその、うん、なんていうんですか、うん、あ、少しその差別されたりいじめられたってことに対する仕返しっていう観念もあったのかなって思いますけど、ね、うん、まあって当然ですよ ね、うんうん、なるほど。ちょっと金田一さんの業績自体をちょっと洗い直して見る必要があるかもしれないですね。うん、いや、もうその話は聞いてると結構ショックでしたけど ね、うん、だけどそういうふうにやってきて今のね、
あの中でその砂田さんの解釈ではもうずっと前からだいぶ自分交じり言ってきたんで、はい、そんなあの歴然たるなんていうんですかね、あのそういうアイヌというものがいるんじゃないんだっていう解釈ですよね。まあそうですね、うん、ただ、うん、その日本人と多少異なった文化や、うんそのうん、物事があったことに関してはそれも自立であって、ねうん、それはやっぱりきちんとした形で、うんあのうん、保存されたり、うん、守られるべきだと思うんですけど、うん、今のその、うん、政策や文化保存っていう、うん視点からも見ると決してその何て言うんですかね、長いスタンスで見るとプラスに働く方向にはなってないと思いますけど、一つはじゃあそのまあ歴史から歴史の解釈そして現実がどうだってことが一つありますわね、一つあるけども、問題より大きな問題はそういういわゆるアイヌ問題というようなものを利用してさまざまな政治問題社会問題が生じていると、そうですね、なんかそっちの方がより大きなあれのような気がしますね、問題であるというのは、ねうん、あの、うん、アイヌの資料なんかそうなんですけど、うん、そのアイヌがお抱えの教授が、うん、そのなんていうんですかね、うん、自分たちの論理だけで作り上げてしまった、うんうん、でその論理を作り上げるために若い子をその、うん、教育するっていう形でその助成金を出したりなんだりして、うん、あの国連に行かせたりなんだりすることによって、うん、その被害者主観みたいなのを植え付けてしまって、うんうん、でなんていうんですかね、うん、すごい閉鎖的な環境になりすぎてしまってるんですよね、うんうん、それは今現在進行形の問題ですね、現在進行形ですね、うんうん、そしてそういう差別感なんかを持ったそのなんていうんでしょうかね、まあそういう、知識人がいてそれが要するにまた差別を逆に作り出してると言ってもいいでしょうか、うん、そういう問題があると、はいうん、そしてそれともう一つその非常にかなり大きなお金が額が不正に使われてると、ねうん、税金なり公共のお金が不正に使われてるという問題があると、はいはいとまあ、歴史のことは歴史のことだけどそれとまた現実の摘発すべき不正っていうのは、はい、またその歴史解釈の上には載ってるわけだけど、はい、また別問題として、はい、あの社会問題として大きなものが存在してるってことですね、はいうん、だからその不正も不正なんですけど、うんはい、でも今僕はあんまり歴史のことを語らないっていうのはまず、はい不正をきれいにしてリセットしてからもう一度その自分たちが今まで言ってきた歴史解釈を洗い直そうよ、見つめ直そうよ、でそれには自分たちが住んでる国の人たちともきちんと協議をして、あのなんていうんですかね、納得してもらえるような方向性を見出すことを模索しないのはおかしいだろうと、だからあの先住民決議もその全会一致で行われたその経過を話すとものすごく長くなるんでね、あるんですけど、うんうん、知ってる議員さんは、うん、まあ、サワラのか、アイヌにたたりなし、うんうん、で全く知らない議員さんは、うん、あ、うん、そういうかわいそうな歴史があったの、うん、じゃっていうような形でなってしまってるんで、うん、だから本当はもっとそういう問題ではないですよってことをね、問いただす必要はあると思います、ね、はい、わかりました。